最近の国会を見てますと、これはもう日本人のほとんどがそう思っていると思うんですね。というのはもちろん私の研究会の人たちも同じこと言っておりますし、それからタクシーなんか乗りますと、先生国会の中継なんか見てあれ何やってんですかねって言いますよね。昔はその森掛騒動に始まりまして、現在は桜を見る会と、桜が散っても桜をやるって言ってるところを見るとですね、野党が、4月の中旬ぐらいまで桜やるんですかね。実はね、こういうふうに言いますとね、野党の人たちとかそれからリベラルの人たちはですね、いやそんなこと言ったって武田先生、あんなひどいことが政権で行われて、それを基盤に政策をやったって無意味なんだと、まず政権をクリーンにしてからそれから政策をやるんだっていう、こういう理屈を述べられるんですが、私はですね、どういう考えかって言いますと、そのくらいのことは分かってますよと。ただですね大きな国っていうのはいろいろなことが起こるわけですよ。それに対してその適当なところで処理をするわけですね。例えば、政治家の汚職があると、じゃあ汚職もですね、首相の汚職とかね、そのくらいになるとこれは考えなきゃいけないんですが、一議員の汚職があるというような場合はですね、それはその委員会としては予算委員会とかそういう全体の委員会ではなくて、例えば調査委員会とかですね、政治上下委員会とか、そういうものを持ってですね、そこで常時、何かその桜を見る会が私物化されてるなら私物化されてるかどうかとかですね、それをずっとその検討して議論してですね、それも国民にオープンの形で議論をして、そしてそこの結論をですね、ある程度その首相の出席するような委員会でその委員会の議決を議論するということにすればですね、そうすればいいわけです。アメリカの特別検察官制度なんかもそうですね。それで一方予算委員会なんかでやっぱり国民の生活を発展させたり日本の力を上げるという問題に取り組むべきなわけですね。例えば現在ではもういっぱいあるわけですよ。まず第一に安保条約というか日本の国防をどうするかと、中国が着々と軍備を増強し、尖閣諸島なんかにうろうろしているというような状態の時に日本がどうするのか、もちろん北朝鮮のミサイルもそうですね、それからもちろん景気対策もそうですが、必ずしもアベノミクスといったってですね、その継続的な議論を通じてないとダメなわけですね。例えば、中国とアメリカとが貿易戦争をしてますが、その中で日本としては例えば中国との貿易を進めるのか、インドをどうするのか、韓国との付き合い方、経済的にはどうするのか、それから国内では非常に沈着しているわけですね。アメリカと中国は1990年のバブルの崩壊の時にアメリカと中国は、物は十分にあるからそれを使いやすいようにしようということで、ヤフーだとか、それから、グーグルとかアマゾン、もしくはスマホというのが出してきた。中国はやっぱり速度が速い方がいいとか通信が進んだ方がいいということで、今やスマホの半分ぐらいとか通信のかなりの部分を中国が担うということになった。一方日本とヨーロッパはもう方向間違ってですね、環境問題みたいなくだらないことをやり始めて、環境問題がくだらないっていうのは環境問題がくだらないんじゃなくて、環境問題がないのに環境問題をやったってことがくだらないわけですが、したがってアメリカと日本のですね、国民一人当たりの所得は消費税の分も加えまして可処分所得で言えば3倍も開いちゃったという。非常に日本国民はひどいことになったわけですね。これもやっぱり議論不足なわけですよ。この前それを話したら、そうですね、私も1990年に議論しませんでしたと言われたわけですね。言われた人がいました。それからもちろん高齢者問題と私は存在しないっつってるんですが、人口分布の変化による雇用の問題、人生論の問題、それからそれに対して社会のインフラストラクチャーをどうするか、年金をどういうふうに持っていくかといった問題がありますね。もちろんこれは健康保険の問題もあれば、それから今いい加減になっている健康指導の問題もあると、いうことですね。そういう問題が目白押しなわけですよ。でもちろん大きく言えば国土の第二次改革なんかもあります。これは単に国土強靭化というような地震だとか洪水に備えるんではなくて、もう少し前向きにですね、日本の国土をどういう状態にすることが日本の国民にとっていいことかといった根本的なことの議論がいります。このようにですね、ちょっと考えただけで現在重要政策というのは本当に山積みされているわけですよ。それはですね、安倍政権できてからもう5年ぐらいになるわけですが、野党がしっかりしてないのでほとんど議論されてないからですね。で、この原因は何かあったらですね、私はもう第一に野党がですね、議論を恐れてるんだと思うんですね。政策を出すのを恐れてるんですよ。つまりどんな政策でもですね、いい面と悪い面があるわけです。例えば昔の社会党とか共産党のようにですね、無責任な提案があるわけですね。何でも無償化する。この無償化するというのは誰かが金を出すわけですから税金化と呼ぶべきなんだけど、税金化とは言わずに無償化というと、例えば高速道路の無料化。高速道路の無料化っていうのはですね、高速道路を税金で維持するということを意味してますから、税金にしても国債にしても何でも、国民全体の負担としてやろうっていうことですから、聞こえがいいっていうか国民がバカだから、つまり今までの左派の人はですね、リベラルとかそういう人は国民はバカだというもう大前提に基づいて、とにかく国民には金を渡すと言えばいいだろうと、いうような政策だけ言ってきたんですけど、それは今もうそろそろ通じないわけですね。高校の無償化って言ってますけど、あれ高校も無償化じゃなくて税金化したに過ぎませんからね。ですから税金はどんどん上がっていく。消費税も上がっていく。所得税も減税されない。それは当たり前ですよね。どんどん無償化っていうのは進めばですね、それはダメなわけですね。ですからむしろ我々は、自分の子供は自分で育てる、高齢者は自分で働くという方向に行ってですね、みんなが明るく生活するようにしないといけないわけで、そのためには野党の提案もかなり厳しいんですよ。したがって厳しい提案をしたくないんですよ。それで変な提案をすると昔の民主党のその影が出てきてですね、そんなのは民主党の時にやってダメだったじゃないかなんて言われるので、それも提案できないということで、むちゃくちゃなわけですね。もともと昔の民主党っていうのは小沢一郎さんとか鳩山さんのように、自民党にいた人たちとですね、それから官房長官とか、それから参議院の人とか日教組の人とか、共産党、ほとんど共産党よりか左翼ではないかと、自衛隊のことを暴力機関装置なんていうような人が官房長官だったりすると、それから枝野さんみたいなのが、官房長官になったりするということで、もうむちゃくちゃなわけですね。ですから単なる寄り合い世帯で、政治家になって飯を食おうという人たちだけが、儲けるために政治をやるという人たちだけが民主党に集まったのでダメだったわけですから、今度の野党、今でもそうですけどね、野党もやっぱりそこは反省して、やっぱり人間はその金のためだけに嘘つきながら人生を送るってのは惨めですよ。特に政治家なんか惨めだと思うんですね。ですから、政治家を志す人はですね、せめて利権のためだけに政治やるわけじゃない、政治的信念というのがまずあって、それを推し進めていったら偶然にお金が手に入ったっていうのはいいけど、逆はダメなんですよね。ですから、そこのところをですね、この小選挙区制というのを変えないとおそらくダメだと私は思いますけども、今は IT も随分進んでおりますし、投票もですね、この前若い人と議論したら、なんでスマホで投票できないんですかと、スマホはちゃんと個人を特定できるじゃないですかと、その人がスマホで投票したらもうどの人はスマホで投票したってことが分かるので固定されるじゃないですかと、いうふうに、高校生が、ある、ディスカッションみたいな時にパネルで言いましたね。そういう改革全くなされない、個人ナンバーもそうですよ。どうなってんのかっていう感じですね。現在今聞くところによると大体 20% 弱の人がマイナンバーを登録しているそうですけど、 20% じゃどうにもならないんですね。 20% の人だけのマイナンバーを適用して税金なんか取り立てたらですね、真面目な人ほど損をするという例を作りますので、やっぱり最終的には国民全員がマイナンバーを登録するっていう方法でやらないと、マイナンバーがなければ、とにかく区役所の手続きもできないというようなことをしないとですね、ダメなわけですね。まあ問題山積みなんですね。まあ野党は全然ダメだと思いますね。自分のお金だけ考えてやる政治家はやっぱり退場していただくということじゃないかと思います。